はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はですね、皆さんガシャの方引かせていただきますよ。というのもね、実はね、今月ねちょっとだけお金に余裕がありましてね、ちょっとね課金させていただきました。今日ね思い切ってね、それでね、ね今回ね前貯めてた無償と合わせて1万ジュエルあるんで、今回課金した分と合わせてね、ということで、はい、40連プラス1回いい60ジュエルの方を回していただ回していこうと思います。はい、まあね、いいカード出てくれればいいですけどね、それだけ回すんだからっていうことを考えましてね。ということでね、本日はねガシャの更新がありまして、限定アイドル登場しております。ガシャのタイトルがみんなで、みんな遊ぼう夏色プールサイドガシャとなっております。そしてはではカードの詳細の方を見ていきましょう。はい、今回限定でね SS レアアイアツモリかな、アイモリか、アイモリフラッペ宗像厚美師匠来ております。こちらビジュアル特化型センター効果キュートプリンセス、キュートアイドルのみ編成時全員の全アピール値 50% アップとなっております。特に甘い誘惑、効果キュートアイドルのみ編成時9秒前、高確率で少しの間パーフェクトのスコア 16% アップ、コンボボーナス 14% アップとなっております。特訓がこんな感じです。お、清楚清楚って感じですね師匠が。はい、そしてもう一人アニーサニーブーケ相葉由美ちゃん来ております。こちらは、ダンス特化型センター効果ファッションチア、ファッションアイドルのみ編成時全員のライフ 40% アップ、特技33光合成、効果11秒前、高確率です、しばらくの間ライフ値が多いほどコンボボーナスアップとなっております。特訓がこんな感じ、うん、明るい感じですよね。そしてもう一人 S レアスイートサマータイム三村かな子、こちらはダンス特化型センター効果キュートアビリティ、キュートアイドルの特技発動率 30% アップとなっております。そして特技夏の魔法8秒前、高確率でわずかな間コンボボーナス 10% アップ、パーフェクトでライフ1回復となっております。特訓はこんな感じですね、うんうん、いいね。そして新アイドルとして、流麗なるバカンス黒川千秋さん来ております。こちら、バランス型ですね。センター効果クールブリリアンス、効果クールアイドルの全アピール値 20% アップ、特技ブレイズアメジスト、効果11秒前、中確率でかなりの間パーフェクトのスコア 15% アップとなっております。特訓はこんな感じですね。はい、いやちょっとね今仕事疲れててうまく下回ってませんわ、ほんま驚くぐらい回ってません。ということで、ではちょっと60ガシャの方から引かせていただきます。ではいきます。はい、こちら安定の白となっております。ともか来てくれました。はい、ではね40連引いていきたいと思います。最初の10連目、できればね、私ね厚見師匠は工場持ってるんで、できればゆうみちゃんの方が欲しいですね。ゆうみちゃんは工場も限定も持ってないんでね、まあと言ってもね、どっち来てくれても嬉しいんですよ。うん、まあ新規がまあ入ってくれればそういう感じです。では10連目いきたいと思います。ロードが入るのは分かるんですよ。でもねロードでも今分かんないからね、今新規が来るか。
おっと青ですね。10連目では行きます。おエースレアたくさん来ました。1枚目メアリーコクラン、2枚目篠原レイさん、そして続いてシノブ。Sレアは1枚目フェイフェイですね。続きまして、はい、セイカさんです。続きましてしほちゃん、まひろ、しまむあーにゃー、続きましてあおいちゃんですね。強制アップデートでねキャッシュがねクリアになってるんでね、まあまあこんな感じですね。OK、一度戻りまして、では20連目引きたいと思います。20連目、では今んとこね新規なしですからね今んとこ、では20連目どうでしょうかね。まあね40連引くって言ってもね、ね当たるとは限らないからね40連回して、そんな感じですね。青ですね。青がね一番微妙なんですよ。あ2枚、楓さん、みよ、みどりさん、かんな、しおり、1人目、あみやび、あみやび新規ですね私にとっては。桜ガール月宮みやび、新規入ってるだけ嬉しいですよ。カーリン、とも、とうこさん、続きまして博士、秋葉ですね。はい、20連目して、はいこんな感じですね。なかなかね。では30連目です。30連目、どうでしょうね。30連目、お願いシンデレラ何ロードじゃわからないですからね、ほんま早い、ロードが早い、ほんま早い。白です。もう最悪だ。はい、最低保証、風花、ケイト、めぐみ、ニナちゃん、ランコ、フレちゃん、たくみ、エマ、ミレイ、最後はみゆきちゃんと、ゆきみちゃんか、ゆきみちゃん。なんか私逆さに読んじゃう時あるわたまに。あれどんな名前。うわー、そうこうしているうち40連目ですよ。40連目、うわー、今回全滅か。てか限定も来てないですよね今んとこ。新規は来たけど、まあね、まあいっか。会える会えないは一期一会のガシャですからね。では行きます。もうロードが早い。青です。うわー、 Sレア2枚、せめてね限定か新規来てくれれば嬉しいけどね。かりんちゃんですね。
桜、風花、あこ、雪乃さん、みなちゃん、最後は、はい、ゆっきー。はい、40連回して限定はおろか、新規 S レア、まあ新規は来たけど、新登場の S レア来なかったっすね。ま、どうしよう。ジュエル2回分余ってるんだけど、単発で2回引いていいっすかっていう感じっすよね。まあいや、ここまでいいことないからね。もうダメ元で2回引きます。だからロード入るのはわかるんだから。はい、白です。フェイフェイ。いやいや、もう一回引きます。はい、もう何やってんだ私。はい、白。最後はノノ。まあこういうこともありますね。はい、てなわけで最後はこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。本日紹介するのはですね、よいしょ、本日紹介する子はこの子です。はい、今回は三村かな子紹介させていただきます。かな子はですね、17歳でお菓子好きな女の子、 お菓子作りが得意 でよくお菓子を作ることがあります。ただしね、作ったらすぐ食べちゃう癖もあるのでね、少々ね体重を気にするようにというふうにトレーナーさんからもよく言いつけられている女の子です。そんなね、甘いお菓子が大好きな三村かな子ちゃん、皆さんも覚えておいてではどうでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のねチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらの方をご覧ください。まあ今日はねちょっと噛み噛みですいません。まあ舌回らんわ今日、ちょっと疲れてて。てなわけで本日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。